さっきも言ったようにアインシュタインは、マッハに、まあ、感謝の念を表していて、inertia originates in a kind of interaction with body, between bodies. 要するに、物質との間の相互作用として慣性というものが、成立するというような考えを述べているわけです。で、今以上のようなそのマッハの原理というものに基づいて、僕はこれ、最後理研に入って3年目ぐらいのに考えついたんですけど、認識におけるマッハの原理というのを考えようと思う。で、要するにですね、The phenomenological properties of the mind of a subject at a particular spacious moment is determined by and only by the mutual relationship between the neural activities in the subject's brain at that particular moment。 つまりさ、反応選択性というのはさ、外から見てこの、神経細胞は例えば池上隆にしか反応しないっていうことを確認するってことだよね。だからその池上隆にしか、反応しない神経細胞があるから、池上隆の認識が生じるってことを考えるんですけども、そうではなくって、池上隆だと俺があいつのことを思ってるのは、俺の脳の中の神経細胞の活動があるわけで、1000億ネットワークを通して、その相互関係の中からブートストラッピングっていうのかな、ゼロからブートストラッピングっていう概念知ってますかね。要するに、自分で自分の靴紐を持ち上げるみたいな、素粒子物理学とかで考えられているメカニズムなんですけど、要するにゼロからブートストラッピングを通して池上隆という俺の認識を支える関係性が脳の中で生じていると、それが意識の中で俺が池上隆というのを感じるメカニズムの全てであるっていうようなことを考えようと。で、俺これを最終的にはそのブックチャプターとして出したんですけど、最初になんか論文を投稿した時に、そのレビューアーの人にレッドヘディングだって言われて、 You know, one of the reviewers、who read my idea, you know, when I submitted a paper to a journal said、it's a red herring. You know what a red herring is? It's a red herring っていうのはなんか英語でなんか目くらましっていうか、なんか本当は意味がないことなんだけど意味があるように見せかけてる。英語のやつだって本当ひどいんだよ。あのね、これね、日本のねアカデミックエンバロメントには全くないんだけど、すげえお互いにけなし合ってるんですよ。例えばね、ロジャー・ペンローズっていうね、ツイスターとかやってとか、それからなんだ、ホーキングと一緒にさ、一般相対性理論の時空にはさ得意点があるってことを証明して、エンペラーズ・ニューマインドって書いた天才数理物理学者がいるじゃん、ロジャー・ペンローズって。ロジャー・ペンローズが俺がケンブリッジ行った時にオックスフォードからレクチャーに来て、で当時彼はですね、量子力学の波動関数の収縮が意識に関係するっていう説を出していて、でそのことをなんかロジャー・ペンローズってなんかさ手書きの OHP でこうやってなんか全部プレゼンしてさ、池上隆によるとその場でOHP に書いていく、方法を、レスラー方式っていうらしいんだけど、そのドイツの物理学者のレスラーっていう人がそういうことをやるらしいんですが、でペンローズはまあ手書きの OHP でこうやって、まあはっきり言ってあれだね、ペンローズより頭いい人ってほとんどいないから、聞いてるやつはみんなペンローズに比べるバカなんだけど、でもそのバカな生理学者の一人がペンローズが喋り終わった後に Excuse my language なんだけど、ワンカーって言ったの。ワンカーってわかる、まあ、ちょっと言えないけど後で弾いてみてよ。要するになんかちょっと自分でなんか自分で、理論作っていい気になってるみたいな、日本のアカデミックエンバイロメントから欠けてるのはものすごいなんかそういう厳しい総合批判というか、で要するになんか新しいものが出てくるって必ずそういう厳しい総合批判があるんですよ。だから俺なんかこれ論文出してさ、レッドヘリングだって言ったら別になんか普通のことで言われたのは普通のことだと今は思えるんだけど、当時はまだ理科研究所にいて PhD 取って2、3年で日本のぬるま湯の中にいたからさ、すげえショックでさ、ああそうか、俺が考えたことはレッドヘディングなのかと思ったんだけど、今から思うとなんかクソ野郎とか思うんだけどね。まあいいや、それでそれですね、so you know, for example, in order to see the color red, it is necessary but not sufficient that a group of neurons in area V4 with the selectivity to this particular color in the context of color constancy gets activated. The whole pattern of neural firingsCausally connected by synaptic interaction starting from the retina, continuing on through the retina V1, V2, after V4 contributes to the quail of red, which is consciously perceived by the subject. ということで、このクエールっていうのはクオリアの、単数形です。で、例えば今までは、第四次視覚野 V4 っていうところで、
赤たれば赤に選択的に反応する神経細胞があれば、その赤に選択的に反応する神経細胞が活動するだけで赤の知覚が生じると考えていればよかったんだけど、マッハの原理のもとでは赤い単一の神経細胞が反応選択性を持っているってだけでは不十分。そこに至る第一視覚や第二視覚や第四視覚やというその神経細胞の活動の履歴のクラスターの中の相互関係を通して赤のクオリアが生まれるというふうに考えるしかないというふうに私は考えたわけです。ずれず言うと、だからここになんかあるよね、これ第一視覚やがこうやってなんかさ、こうやってどんどんこうやって活動、ここに IT っていう形態者の中枢があるんだけども、このその何ていうかな、神経細胞がお互いにこのシナプス結合を通して、大体1個の神経細胞っていうのは10の4乗数千から1万ぐらいの神経細胞の、の神経細胞と結び合ってるんだけども、その相互関係を通して、クオリアというのは生まれるというふうに考えようっていうのがマッハの原理の考え方なんです。で、それはですね、心理的な時間のこととも関係していて、つまりだからアルベルト・アインシュタインがさ、相対性理論って何なんですかって聞かれたときに、可愛い女の子の隣にいると1時間が1分に感じられちゃうけど、なんか熱いストーブの隣近くにいるとなんか1時間が無限に感じられるって言ったんだけど、これこの前火曜日夜11時から池上隆の爆笑学問を見てたらすっげえおかしくてさ、30分が5分ぐらいに感じられたんだけど、そういう主観的な時間と物理的な時間がどういう関係にあるかっていうのは、実はその反応選択性の問題とすごく関係していて、In a model adapting the response activity in explaining the origin of consciousness, the relationship between the physical and psychological time is easy. The pattern of neural firing selective to a particular property involves that physical time T gives rise to the query pertaining to that property at that moment. あのさ、反応選択性のモデルと物理的な時間と心理的な時間の関係ってトリビアなんだよ。だってさ、池上隆に反応選択性を持つ神経細胞が T1 で活動したら、それが例えば心理的な時間のタウでタウに関係していて、この間のマッピングってのは1対1なんだよ。だからこの場合の、反応のマッピング、心理的な時間と物理的な時間の関係ってのはすごくトリビアなんですが、そのマッハのプリンシップではどうなるかというと、 When we adapt the Mach's principle, things become different. We need to consider the full history of the sequences of neural activities from the early sensory areas to the higher sensory areas.The finite passage of physical time, e.g. About 100 milliseconds, when you consider the latency for IT, inferior temporal lobe, that is the center for form perception in the visual cortex, needs to be compressed into a moment of psychological time. There is a many to one bumping between the physical time and the psychological time. 池上隆の認識を支える俺の中の神経細胞の活動が、例えばこれもっと多いけど、T1、T2、T3、T4 って続いてた数じゃん。それぞれの異なる物理的な時間にこれらが活動して、これが例えばこれに影響を与えて、これがこれに影響を与えて、これらの一連の履歴が池上隆っていう神経、俺の認識をさせる神経細胞の関係性を作ったとするやん。でも俺が池上隆を認識するのはある瞬間においてだよね。池上隆っていうビジュアルイメージがさ、ちょっとなんか鬼みたいな怖そうな、なんかそういうなんかさ、それはでもある心理的な時間瞬間に生まれるんだけど、でもそれはこの一連の時間の履歴が全て そこにコンプレス、圧縮されなければ池上隆って瞬間的に成立しないよね。ということはマッハの原理に基づく物理的な時間と心理的な時間の関係ってのはメニートゥーワンになるってことなんですよね。で、僕は理科研究所ってところにさっき言ったように行ってたんですけど、その頃ですね、東武線の、赤塚っていうところに住んでたんです。で、赤塚のところから俺はなんか歩くのがすごく好きで、その光学公園ってところを抜けて1時間ぐらいかけて、理科研究所に通ってたんですよ。で、途中ホンダのなんか修理センターがなんかあって、そこを越えると崖があって、そこを登る切り切ると森があって、そこを抜けると、理科研究所に裏口から入れたんだけど、で毎日1時間歩いてて。